さあおはようございます。テレオ成長日記37ページ目ですね。おはようございます。北斗の拳の37話、あえて愛を拒むどうでもいいしあんまり見てない本日はですね、狙い台は一応決まってるんだけど空いてるっぽい。480、489、これですね。なんかね、右から順に最近絆が強くて右から順に入ってる感があるんですよ。で隣の絆が昨日5000枚出てて、その前のね日が、その隣の隣の絆が4000枚出てたんで、これ順々に来てねって感じで、この、ど真ん中ら辺の絆からスタートです。ちなみに前日はですねめちゃくちゃ悪いね、もはや回されてないみたいな。あでもこれいいっすね、3日前いい感じで、この隣の絆が前日すごいんですよ。ほらもう上みたいな5600枚出てる、すごいなこれ。でその前がその隣がすごかったんで、ちょっとこの絆からスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。てんてんの成長池37ページ目ですね。1枚目失礼します。久しぶりに打つ絆2、なんすかね、結構なんかいろんな台打ってたんですけど、久しぶりに戻ってきましたね。1000円決めてきます今日も。もはや1ゲーム目から巻き物引いていく、さすがにそれは無理なんかね、絆のそのユニメモのランキングがですね、あのコロナの影響で半月ぐらいそのランキング集計されなくなってて、でその間あんま打ってなかったんですよね僕。結構ランキングもちょっと意識してるんで、まあ、全然まだ8000位なんですけど、歴代だとね、ちょっと上位5000位内ぐらいは入りたいなとか思ってるんですよね。これはつい55、松井秀喜、まあマジか、謎当たり、超高中の謎当たりですね。早速高設定の期待度少しアップで、しかも超広角中小でモード B 以上の可能性高いでしょ。でチャンスに1回引いてる、結構チャンス、これはチャンスアップ入ってるし、さすがに当たってる。 OK、 60ゲーム投資2本ですね。ギリギリ1本スタートはできなかったけど、バージリックチャンスいただきました。入れよう、入れるためにはなんかいいボイス、嬉しい。青い色のランプ黄色、一応超広角なんだけども、もちろん玄之介で、久々の玄之介だからね、ちょっと頑張ってほしいよ。無理っすよね、さすがにまだ寝てる玄之介。1スルーですね、61ゲーム2スルーですね。ちょっと待って、本当に天井行く感じがしてきたんだけども、待って、みんなバジルスタム入ってるんだけどさっき座った人数分で入ってるんだけど、どういうこと、俺だけなのマジで。左の方エピソード、右の方投資1000円で BT、 その右の方も BT もらってる、多分投資1000円ぐらい、さっき座ったばっかなのに。俺さ台選びが悪いのかもねこれね。いやわかんない、前半悪くても後半はまた入れてる、すごい。強チェリー引いたところで、追加投資ですね。 This is two paper、yeah.この強チェリーで当たってほしいですね。投資はですね11本ですね。今もう天井いっちゃう、このままだと。あこれ BC じゃないか、後期張ってましそうだね。包丁包丁じゃない、区内かこれ。おお、170ゲーム、バージリックチャンス3回目ですね。で投資が11本、チャンスも1回引いてます。ただあったのが通常っぽい、嬉しゅう。ランプしろ、絶望的。まあまあ巻物引きますよここから。巻物引きはいい話ですか、結局設定面どうこうじゃなくね、もう巻物を引きまくるはね出まくる話。大王ら来たって、強チェリーこれはもらってるんじゃないか。さあここでは、ここで行っちゃう、ここで行っちゃう、さすが玄之介分かってくれます。475ゲームですね。投資11本でバージリスクタイムをいただきました。でここでね、まだ満足しちゃダメ、ストックしていきましょう。巻物飛行、よかったよかった、天井行く羽目にはならなかったですね朝から。はい、バージリスクタイムいただきました。投資11本でいきます。1回目のバージリスクタイム出てきてほしいのは天然ね、了解。
まあまあ久々のスタートっていうことですね、玄之介なんですけれども、最近ちょっと会ってなかったんで、おぼろはついて絆レベル高い、玄之介のね態度も変わってるかもしれない。さあ巻物引いてく、オーラはないけども、もう無理だよね、フォアになってないもんね。いきます、1戦目、はい、普通絆効果ついてくれると思うんですけれども、4対4はなかなかやばい。絆効果、巻物つく、ちょっとさっき引いた巻物ちょっとタイミングよね。でステージ昼波乱だったらまだ OK です。これが尻上がりとかだと結構きつい。意外とあるよこういうのでも。意外と一角決めてく、気持ちすぎ、復活。いやーいいっすね。58枚、嬉しい。お同色ランプ黄色、うん同色熱いって。ここ巻物引いてこう、マジでストックしていきたい。もしかしたらおぼろチャンスもなくはない。さああるよ、さああるよ、さああるよ。デカナビはめちゃくちゃ熱い。巻物引いてく、約 50% ですかね。これはもらってるでしょう、うますぎ。さあ水嶋美子流れる、ストック一つですね、ストック一つ、ゲットします。ワイルドアイズ大チャンス。待って、久々に来たおぼろチャンス。前回の目標はおぼろチャンス入れるとか言ってたんだけど、今回やっと入れれた。でユニメもね、おぼろチャンス中の DC、これクリアしてないんでマジでクリアさせる。目指すは祝言ですね。4つまで行けば祝言なんで、まずはそこを目指していきたい。1つ獲得、これは熱い。マジで、あマジで巻物かなんかで BC 取りたい。本当にお願いお願い。ずっとユニメも 89% のままだから頑張って。やばい、ちょっと2つだよ、まだ2つしかないんだけども。ベルじゃダメだよね、ナビなしじゃなきゃ。あえしょぼくないか、ちょっとおぼろ、おぼろちょっと待って、しょぼいぞ。1つしか取ってないまだで。ちなみに BC 取ったらもう10ゲーム続くんで、ちょっとマジで頑張ってナビなし来る。リプレイ、えちょっとしょバチクソしょぼいんだけど2個。まあいっか、 OK。 2戦目、5対5で絆合格2つですね。ちょっともったいないですね、祝言行きたかったんですけども。夜、あ朝からガン決まりだって、マジでマジ、ワイルドアイス流れちゃってんだけど、早くない、ちょっと流れんの。しかも絆効果2つ、もう超激アツ展開これ。ちょっと待って、え待って待って、それよりも絆効果もったいなすぎるって。もう一回ワイルドアイス、さすがにね。さあおぼろチャンス入れた意味っていう感じなんですけども、まあとりあえずワイルドアイス流れたんで OK です。はい、4戦目、隠れないっす。さあナビなしチャンスよ。まあこれは無理だけども、5対5、もう一回ナビなし来る。まあ無理だけどチェリーね、頑張ろう。ちょチェリー引いてないからね、あんまり。でステージが昼、これはきついよね。ここでチェリー引く、ここでチェリー引きます。ジャックは引いた、一応ジャック引いた。白ナビはこれもらってるでしょさすがに、ジャックチェリーで OKOKOK。 これ BC ですね、うますぎる。死ぬのは天然、あはは痛そう、 OK。 いや今のジャクチェ愛してます。よしこれ4戦目突破っすね、いきます。5戦目、6戦目、いきます。7戦目、これなんかの質だな、ちょっと待ってよ、何かの質だこれ。待って熱いんだけど、尻上がりは超普通。問題は次ですね、ここは突破して当たり前だと思ってる。あわよくば曲も流れてほしいんだけども、ってことはちょっとこれ矛盾してんのか。あ待って、尻上がりって可能性もあるかなこれ。
あーそっか、尻上がりの可能性も全然あるっすね。わかんない、どっち尻上がりか。じゃあ尻上がりだとしたらめちゃくちゃ頑張ったけどね、7戦目まで行ったの。尻上がりだとしても、超普通だとしてももうめちゃくちゃ熱いとこまで来てしまってるよねっていう話なんですよ。もうパンドラの箱は開いちゃってるよねみたいな。すいません。いやー、8戦目9戦目マジ頑張ろう。10戦目さあ、ここですね。11戦目マジでここが勝負、多分尻上がりだと思うんで、ここさえ勝てれば次、継続率いい、継続確定なんで、ここさえ頑張ればもう確定なんですよ、エンディングは。さあマジでバトルパートの11戦目、待って4対4はちょっとやめて、4対4は怖いって。あーちょっと普通に怖い、マジここ勝てばエンディングなんですよ本当に。ちょっと曲とか流れてるステージ矛盾とかめちゃくちゃしてほしいんだけど、まっこれさ、どっちなんだろう、超普通なのかな、どっちだ。これで尻上がりだったらめちゃくちゃ嬉しいんだけども。さあ、ここ勝てばエンディングです。12戦目お願いします。4対4だけどもちょっと大丈夫、普通ね。でここもう一回白出たりとか、なんか曲とかワイルドアーツとかちょっと期待してるんだけども、うわー普通の夜で曲もなし、これがもし超普通だった場合平気で負ける可能性あるから、マジで気は抜いちゃダメ。巻物もしくは強チリで BC を取っていきたい。大丈夫源之助、ちょっと落ち着いてね、マジであの決勝戦だと思って、本当に本当に真剣に切り刻んできて。 OKOKOK、 何かしらのチャンスアップまず欲しいよ。まだ天然は喋ってほしくない、赤文字なら大丈夫でしょう、さすがに。もう一個ぐらいチャンスアップ欲しい。 OK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 、 エンディングっす。あっす、さすがに大丈夫、決めましたね、朝一からエンディング。よし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 。で13戦目ですね、継続確定プラス設定したが何かしら出るので必ず見逃さないようにする。で最近あ暑いと押し順ベルで桜絆玉確定。で最近ね、そのなんか13戦目から謎に周囲が出てくるって現象を僕 2,3 回経験してるんで、それもさりげなく期待してるんですけども。さあ、写真の準備万端です、いきます。13戦目伊賀州はキスしさ普通ですね。あー一応またキスしさ出たけれども、はい、またキスしさなんだけど、これキスなのか。じゃあもう3回出たら結構キスだと思っていいよね。まあだとしたら5であってほしいんだけど、でもさ尻上がりでさここまで頑張ってるとか確かにキスっぽいよね。ああめちゃくちゃきつうだわ、じゃあうおお知る。17戦目の源之助は矛盾してないんで継続するかどうかは分からない。さすがにきついよね、おぼろは出てこない。あーびっくりしたエンディングです。まあまあまあどっちにせよね、もう2100枚ぐらい出てて、もうあと1戦続いた、1戦2戦続いたぐらいで多分もうエンディングになってたと思うんで OK です。なかなか頑張ってる、ゆんちゃん頑張った朝からね、ご苦労様です。 OK、 ギリギリ2200枚は行きましたね。はい、無事、完走ではないんですけれどもエンディングですね。お見事ございます、おめでとうございます。でここで巻物かチャンス目を引きたいけども、ボイス通常です、お疲れ様でした。でちなみにですけど設定後の場合、結構ねあのアプリで回したんですけど、チャンス目2回目結構ねアプリで回したんですけど余裕でゲーム数展示は行きます。これはちょっと待てよ、また謎当たりっぽいな。いやどうだ、伊賀州なら大丈夫だと思うんだけど、いや謎当たり2回目ですね、これで5の可能性だいぶ上がる。いやーまた謎当たりか、3回目ですね、すごいな押す。さあ415ゲームですね、バジリスクチャンス持ちメダルなんですけど、ちょっと半分ぐらい減っちゃったかなぐらいの勢いで、超高額でチャンス目は1回も引いてない余裕で。
赤い色のランプ青、これですね 1スルーの416ゲーム、すごい天井に来そう。さあ、これは兆候に行ってくれるか、 BT じゃなくて BC もらえるのでは。 BC っぽいですね。はい、76ゲームバジリスクチャンスですね。チャンス目2回引いてます。ただ、モード C 以上の人は何も出てない。で多分高額か超高額にいたわ。嬉しい。同色ランプ赤もらってるってエピソードだし、めちゃくちゃ熱い。やっぱね、あの飯食った後はマジで調子いい。さっき寿司食ってきたんですけど、寿司食って多分30ゲームぐらい。いやこれ上あるな、マジで。一応巻物引くけどオーラは普通で、エピソード中は、巻物の確率上がってないです。同色なんですけども異色 BC と同じ確率でストックします。で取れてないかな、取れてないね。エピソード引けた。で調光中の謎当たり3回、尻上がりでエンディング、なかなかいい要素は出揃ってきてる。はい、ストックはできずですね、おこいと、左衛門のエピソードでした。ここで、呼び出したいのが天然。もう天然ではないけどボロ出てきた。でこれ巻物の効果がついてくるんだけども、もう一個なんかついてきてほしい、巻物だけで。安定、超安定、激闘無限のどれかなんで、夜だったらめちゃくちゃ暑いけども夕方安定もしくは超安定ですね。絆降格は生かせなかったんですけれども、2戦目で桜が飛んでるのは激アツ。さあ2つ目、これ祝言いくんじゃねこれ10ゲーム延長とか激アツパターンない。とりあえず2戦目。さあ、まともや絆玉1つ獲得しての3戦目、何かの示唆。ただ、おぼろが出てるんでだいぶ絞られてくると思うんですけど、やばいです。普通安定を否定なんで、これ安定じゃないわ。じゃあ超安定だわってなると、7戦目ですかね。超安定は7戦目まで行ったら激アツ、もう激闘と一緒みたいな。いやー、せっかく超安定引いたのにもったいないですね。3419枚。まあ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  OK。 あー、つい共通ベル。あ、これはもしや共通ベルで取ってるかも。うん、デメ的に。いやでもどうだ、外してる。あ、伊賀州なら大丈夫かも。チャンスアップが一応欲しい。おおすごい。超高額中謎当たり3回あります。さらに共通ベルでも BC 取れてます。これも設定差あります。めちゃくちゃいい感じ。嬉しい。ランプ黄色、青い色、青やっぱ多いですね。で1回目ですね、1回目のバジリスクチャンス、一応超広角だったんですけども、チャンス目とかは何も引いてない。58ゲーム、一応超広角だったっていうのは良かったんですけれども、1スルーですね。はい、時は経ち、本日初めての天井ですね。急に来る。とりあえずここ BT お願いします。エピソードでもなんなら。私は信じておりました。出たらさすがに大丈夫でしょう。ランプ青、エピソードではないけれども、奇数なのは分かったで、奇数ね、グラフ的にはすんごいカクカクいくんですよね。上がっては急激に下がって、急激に上がっては下がってみたいな。今だいぶ下がってきたんで、ここで BT 入れて多分グリーンって伸びるのが、見えてます。僕未来予知できます。この BC で BT に入れてめちゃくちゃ伸びる。いい近く。さすがにね、目押しミスってるけど曲は流れず。さあストック、ストックしていきたい。マジであるって、これはさすがにストックでしょ。共通ベル、共通ベル熱いよ。ちょ、写真撮らせてください。さあ共通ベルでストックしていきたい。さらに巻物引いたから、これって共通ベル分なんですよ。巻物分はない。OK、 とりあえず、バジリックスタイムいただきました。一旦バッテリー交換します。ガチでおぼろ狙いに行く。おぼろのレバーオン。
きます。1戦目普通5対5。さあナビなし、これは強チェリーか、うますぎるって。ヒルステージってことは波乱もしくは尻上がりもしくは超尻上がりで、さっきの強チェリーで BC は取ってる、うまい。さらに巻物まず引いてく、はい、72枚ですね今獲得。ちょっと同色とか来て月下殲滅とか入れたいんですけども、本日両隣、月下殲滅入れてます。赤同色だけどもさすがにねさすがにで曲流れてるんでまた継続確定。今日ね月下殲滅ね2台引いてるんですよ。さらに俺が引いて3台目になりたいんですよね、ホカゲみたいなナルトかっつって。さあストックは取れなかったんですけども曲が流れてるので継続確定。忍法帳いきます。2戦目3戦目4戦目多分シナリオは尻上がりなんでちょっとここしっかり絆玉絆方角生かしていきたい。チェリー頑張ろう、やれなくはない。チェリーだったら一番やれる気がする。ではね尻上がりですね。いやきついけどここでチェリー引けばマジである一角、マジで気持ちいい、マジで今の気持ちよかった。いやゲンちゃん頑張ってるよ今日、おい、 いやーいいね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 。やっぱねさすが奇数って感じで単発ないし伸びるんですよ、一回バジリックスタイム入れちゃえば。5戦目おぼろ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 、まあまあまあ、まあ、620枚ね。どうして私はここにいるのでしょうと、ちょっとメンヘラモードに入ったおぼろ。25ゲームですねバジリスクチャンプス、飲水浴お、ビーティス、いやー天井なんとか回避。今のは、BT 確定ボイスだったような。さあ何かしら出てほしい、さすがにそんなに甘くない。1000人かこれ、1001人か1000人か1001人か1000人。ちょっとドキドキしちゃったよね。さあ源之助ここでもう全部あの力使い果たして、で源之助が出なくなっておぼろか天然どっちかけど、マジで今日単発ゼロなんですよ、そこマジすごいよね。いやー今日初めての単発食らいましたね、ちょっときついって、だいぶ減ったメダル。45ゲームですね、1回目のバジリスクチャンス、ちょっとおぼろでいこうかなって思ってるんで、もうそろそろ時間も時間なんでやめようかなって思ってる。余裕で赤い色のランプ白、ランプ青、ちょっと目が見えなくなってる。色彩判別、よし、おぼろでいきます。源之助は現れず、月、ああ弱っ。これはやめた方がいいよね、やめよう、やめます。ちょっとね、なんか高設定っぽい期待はしてるんだけども、なんだかね、伸び悩むって感じですよね。まあ、6ではないっていうのは確かなんですよね。ジャック中も一応4200ゲーム回したんですけど48分の1 1以下ですね。チャンス目の、確率だけが異常で、まあ、設定差ないんですけど33回で128分の1。 BC の色、赤い色11回青い色11回の赤同色1回青同色3回なんで、まあ、ちょっと青寄りぐらいですね。テーブル自体もなんかどれもあんまり設定差はないかなっていうテーブルばっかだったんで、まあ、これも何とも言えないんですけど、まあ、シナリオですね、シナリオが結構尻上がりとかそっち系のシナリオが多かったっていうのもあって、プラスポイントだと超広角中の謎あたりがめちゃくちゃ多かった、あれ共通ベルトもしっかり当てれたしエピソードも来たっていうのがすごい上っぽいなと思ったんですけど、いやー5か3だと思うんだけどな、いや5もありそうだと思うんですけどね、よくわからんよくわからんはちょっと適当すぎる。まあ奇数だったとは思いますって感じです。はい、実戦終了です、お疲れ様でした。
けるわ。